んにちは、コーチングアーツです。こんにちは、コーチングアーツです。運動指導の前提条件ということで話を進めてきています。で、今日は徐々にプロセスが最終段階に近づいておりますけども、アルファ、ベータときましたね。ベータで 前回大事な運動の自己観察能力、自己観察ということをお話ししました。自分を感じる、自分が分かる、ね、それがそのまま他人を感じることにも変わってくるんですけどね。あくまで自分が分かるかどうかという能力も非常に重要。これは運動学習をする人間もまたはされる人間も両方必要な感性であり能力であります。で、それに引き続いて今日は、ベータガンマ、アルファベータガンマとして他者観察、運動の他者観察能力、はい、これを取り上げてみたいと思います。ね、一見日々の中では当たり前なんですけど、それを視点で言うと哲学的かつ、より近いのが、まあ、豊洲賞の感性ですよね。哲学、いわゆる哲学っていうのは西洋哲学の中でもちょっと豊寄りな見方、考え方。じゃあど真ん中で言うとやっぱりそれ東洋的感性、豊洲賞におけるその基本感性と非常に近い目です、解釈眼です。どういうことか、硬い表現をすると 他者の運動を対象とした客観行為、まあ当たり前ですね。ちょっと小難しい言葉を使うと他者の運動を対象とした客観行為、ね、前回は主観でした、運動の自己観察の主観でした。今度は客観です、対象を見るということ。重ねますが、この他者運動、対象とする他者運動っていうのは重ねますよ、個別性原理、発達原理、常にこの2つに支配されているものであり、瞬間値、永遠に瞬間値である、一度現れて消える、そして同じものが二度と現れない、そういう稀有な出会いですよ。それをどう瞬間瞬間他人のね、対象とした他人の動きを観察、正確に、少なくとも自分の中では精一杯正確に観察していけるんですか、ね、じゃなきゃ指導のへったくれもないですから、そういうことであります。哲学的と言いましたけど、やっぱりね、言い換えていくにはいろんな言葉、ちょいと小難しい言葉になってきます。浅岡先生の本にもありますね、その、用語を援用させてもらってますけど、一つ遮影という言葉、遮影って何かって言いますと、何か物があってこう光を映すと、ね、光を当てるとその後ろに影が映るじゃないですか。ある物があってそれをこう光を当てると後ろに影が映りますよね。まあそんなことを思ってこう遮影なんていう言葉が作られてますし、最近はもうパワーポイントだから違うのかもしれない、まあ、違う、全部パワーポイントですね。僕らのいわゆる学童の時代なんていうのはオーバーヘッドってご存知です？40代中盤ぐらいの人は多分分かってくれるんだけど、セロファンに印刷して、セロファンに印刷してこう機械のね、光の出たあの機械の上に乗せて、それにこう当てると映写機で映るでしょ、うん、こうオーバーヘッドって言うんですよね、機械、この実体じゃなくてそれを影として映していくという機械あったんですよね、学校もね。パワーポイントは随分前ですよ、学校の機械機材としてあったんですけど、まさにああいうことですね。直接じゃなくて何かを通してそれを見ていくという遮影という現象なんですね。これ他人の見る、対象を見るってこと、言い方変えるとまた印象分析、どう見えたということです。どう見えた、どう見えた、教えてというようなことなんですよ。うん、だからここが言えることは、他者の動きを見るってことは見えてるようで見えてない、見える人には見えるけど見えない人に見えないということなんですよ。それをもってこんなことを一言で平たい言葉言い直すと、何を見てるんだろうか、一体何を見ることができるんだいということなんですよ。まあこういう問い自体よりも哲学ですけどね、何を見てるんだろうかという、何を見ることができるのという能力です。でも重ねますけど、
これ機械の話しましたよね。もう動画技術がとてつもなく、 e ラーニングじゃないですけどね、とてつもなく動画の技術が発達してきてます。これからもうどんどんありえないぐらいこれが 3D に変わっていくんでしょう。うん、いう中で、ね、動画技術の異常発達の中で、でも我々の感性であるところの動きを見抜くということがどういうものであり、どうあれるのか、どんな遮影感を用いるのかというお話です、これ。うん。ですから、どんな技術が良かろうと、何を見るかはあくまで人間次第だよということですから、ここの中で分かっておいてくださいね。他人を見るっていうことは。で、見る見る見るって、見る見る見るって言ってますから、視覚中心なの、もちろん視覚中心ではあるもののね、見えなければさすがにそういう限度はあるにせよ、かといって目だけに肯定をしない、こういうことですね。他者観察は視覚だけに頼らない、全感覚を投入した共感力を媒介とする。ちょっと硬いですけど、もう一回やりますよ。他者観察は視覚だけによらない、全感覚を投入した共感覚を媒介とするということですね。じゃあ少なくとも目はもちろんのこと、耳もそうだし、皮膚もそうだし、この三角は絶対的ですよね、3つの感覚は、まあこういうものであります。ここまではご理解いただけますでしょうか。でこれをもうちょいと、これをもう教科書的にですからね、もうちょいとごっつく哲学的な解釈で、この次にね、同じことを哲学的な解釈で、説明し直しますから、運動の他者観察を少し、論理的と、より論理的または哲学的に、説明し直すというか上塗りさせていただくと、これは金子先生、浅岡先生、もちろん哲学的な視点からの言葉を使っての言い換えになりますけども、運動ゲスタート、これも聞いてもらってる方は分かりますよね。もし分かんない方はね、その検索ね、インターネット検索すればそんなのすぐ出てきますから。運動ゲシュタルト、一つの意味ある形ですよね。運動ゲシュタルトのね、まあこういうことなんですよ。コントーアクっていう、これはフッサルの言葉ですね。コントーアク、これをフッサルがどういうドイツ語で書いていて、でそのドイツ語コントーアクって多分訳されたのが金子先生だと思うんですけど、運動のゲシュタルト自体のコントーアク行為、またはサルトルが言うところの準観察行為、こういうことで、哲学的な、まあ、落としどころですね、用語の落としどころになってますから、これどうね、どう見るか、どう解釈するか、またこの言葉をどう捉えるかは、その人次第ということですけど、今、ね、統合して掴むってことですよ、コントーアク。なんか今、瞬間値ですから、その瞬間に出てきたものを、今、その出てきたものを全体として掴む、まさにこういうことなんですね、運動形態、出てきた運動形態を、他人の運動形態、あれ、あの意味ある形。フッサルいわくコントーアク、まあフッサルが言ったわけないですよ、これは多分金子先生の役なんですけど、すごい言葉ですよね、コントーアク。サルトルという準観察、いわゆる準観察の意味っていうのは、本当にその実態を人間が見て取るってことはもうどう考えてもできないんですよ。だから観察というよりあくまで準観察なんですよ。あんたがそう見えただけの話なんですよ、俺がそう思っただけなんですよ。でも他の人から見たら絶対違うように見えるんで、本当の観察ってないんですよ。まあ、サルトルはその辺を持って準観察っていうの、これは分かるんですけど、このコントワークっていう訳されたこの感性がすごいなと思う限りですからね。フッセル曰くコントワーク、はい、なんとなく他人の動きを見て、じゃあそれをこんなことを、行為をハンドリングですね、ドイツ語でいう行為を支える足ですよ、ね、これがいきなり漫画ピチックですけどね、そういうに我々の行為を支える足は何によってできてるかってことね。大事なのは予期図式です。予期図式、いわゆるどう何を見ようとしてるのかという自分の中の感覚フレームがない限り何も映らんのですね。これ何を見たいっていうのがあるから映るわけなんですか。漠然とした運動だって言ったって見たいところ見えるわけがないですよね。そう
だからどんな良き図式を持っているのか、コーチが、指導者が、トレーナーが、これにばかりなんです。これに反映したものしか見えませんねということですね。それをもって良き図式の保持持ってますよ。何を見ようとしてるのか十分意図がある、ね、自分の中の構造論がある、ね、前々回言いましたか、いわゆる内包構造、外縁構造がよく理解されている、染みてる自分の中に、それをもって良き図式ですからの保持と、その更新による知覚循環でありますね。この行為は更新ってどういうことかというと、面白いですよ。良き図式と言いながら、ね、何を見ようという意図がありながら、それは常に瞬々更新されるんですよ。やっぱりそれは日によって、週によって、月によって、年によってもそうでしょうし、瞬々変わってくる。だから何をどの良き図式を持って見るんだけど、またその良き見ることによって良き図式も変わったりするから、そうするとまた違うものを見出すんですよ。だからそれどんどんあるでしょ。で、少なくとも目が超える眼力がつくっていうのは、どんどんこの循環が上っていく、スパイラル状に上っていくことなんですよ。そうすると目が超えてくるんですね。いろんなことも見えてくるみたいな、それをもっていわゆるコーチの眼力じゃないですか。そうですよね、うん、で、あんまりこういうことって取り出して話さないでしょ。もう感覚いいね、センスあるじゃんっていうだけの話になっちゃうから、それじゃまずいよねっていうのが運動学の最大の意図だから、こういう話をする。予期図式の重要性だし、じゃああなた、我、僕らが持ってる運動を見抜く予期図式って何によって作られますかというと、これ前段の復習も重ねますよ。ご自身の持ってる運動体験、運動経験だったり、ね、運動知覚、運動知識ですね、うん、まあ知覚と書いちゃった、運動知識によって支えられてるっていうことだし、こういったことは表面上の意識性には出ないじゃないですか。言えば無理出るけど、基本は自分が持っている予期図式性なんてなかなか出てこないですよね、うん、それはこういうことだ。もう潜在意識の作るなせる技なんですねっていうこと。無自覚の世界、うん、無自覚無意識な世界にはこの範疇管理する場所ですねということですね。なんとなくこの他人の動きを見るってどういう構造でどうなの、ね、今までなんとなく押し流されていた、ね、フィジカル の、エクササイズとそのセット数、あと生理と機能解剖だけで論議が進んでいたところに、ね、その間にこぼれるところのいわゆる指導感性ですね。そんなところのまた一つのポイントの解説をしたわけでございます。他者観察、何が見えるか、あくまでもね、それはその個人個人の予期図式次第なんだよ。それは基本見えませんね、まあ、そんな構造です。だから自分を磨くってことはどういうことっていうと、それ見えないところの自身の中の潜在意識、ね、無意識の世界の感性を磨くことが唯一最高のそこに近づくカラキラムだと、プロセスだというお話であります。他者観察、改めてご自身の状況、持ちうる観察感性、見返してみてはどうでしょうか。はい、それをもって一言、眼力と言うんでしょうね。他者観察の解説はこれぐらいになりますが、質問あればまた次回でもね、連絡いただければお答えしたいと思います。でこれに引き続き最後、アルファ、ベータ、ガンマ、次デルタになります。4種目目の視点は、運動共感能力という要素になっています。限りなくこれとね、近似すること似てるんですよ、表裏一体だし、まあ、それでも、まあ、ちょっと違った視点からまたね、この解説をしますから、はい、今日も我々の YouTube ご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。